僕はですね、ぺこたんという名前で、こういう漫画を描いているものです。僕は任天堂信者ね。僕、ポーカー大会、無料のポーカー大会に参加しろって、予選に参加しろっていう話したじゃん。これ、すごいことが起こりました。無料の大会に参加して、メイントーナメント1位、賞金100万円。こんなオッズの合う話ある？無料で参加できてさ、まあ、6000人ぐらい、もし参加したとしたってさ、期待値めちゃくちゃ高いよ。100万だよ。優勝100万円。さらに、まあ、海外のイベントの招待とかなんかわからんけど。で、2位が550万。そう、ノーリスク入りターン。まさにその通り。これ、ほんと偉いよ。これ、やっぱ主催してる人は。これも大変なことだよ。で、3位が30万。4位20万。5位15万。6位。10万、7位8万、8位6万、9位5万。ここまでを無料参加の大会でさ、楽しい思いをしてさ、さらにさ、賞金まで100万だそう。だって0円なんだから、0円が100万になっちゃうんだから。こんなことな、ありえないんだよ。これも結局はボランティアなんだよ、やってる人たちって。スポンサーから金をかき集めて、今まではそれを海外への渡航費になってきたの。だけどそれをもう現金にしちゃえって。これでもし参加費1000円でも取ったら違法になっちゃうから。つまり絶対に参加費ゼロでしかできないんだよ、この企画。で、参加費ゼロでここまでのことをやったっていうで、大変だよ、でっかい会場を抑えてさ、予選を4日間、東京だけで4日間に分けて、で、僕は9月10日の予選に出ますってね、前に言ってあるじゃん。だからエントリーするならしてくださいって言ったら、なんかね、ルール知らないくせにエントリーした人とかもいて、でもその人ってさ、やってることプラスなんだよ、期待値。ルール知らなくたって別に出れるんだからさ。だからさ、これ今からでも遅くないよ。8月29日までで、もうね、確かね、予選の何日かもう満員になっちゃって埋まっちゃってんの。で、僕が出る9月10日の予選。何よりさ、みんなでさ、ポーカーをさ、最高の場、シチュエーションで楽しめるっていうのがさ、素晴らしいよ。ただでさ、平和島のなんかでっかい会場を借りてるらしいけど。もしかしたらさ、この僕、日本のた、世界の地球の宝の僕とさ、コンテンツホルダーと、運が良ければさ、同じ卓でさ、戦えるんだよ。カードで会話をできるわけよ。すごいよ、ほんと。まあ、負けてもいいんだよ。だって、負けたらどうのこうのじゃないの。君、またそういう発想なの。負けること最初から考えてるの。僕は勝つこと考えてるけど、基本的には。でも、参加することに意味があるわけじゃん。0円で参加できて、うまくいけば100万円もないんだよ。こんなことってある？宝くじ買ったらさ、1万円払ってさ、平均でさ、4500円にしかならないっていうさ、ゴミ捨ててる、お金を捨てる行為なんだよ。今回の行為はエントリーするだけでお金が増える行為なんだよ。エントリーするだけで、まあ何人エントリーするかわかんないけど、もし100人しかエントリーしなかったら、エントリーするだけで1万円の価値がある。今回はエントリーするだけでいくらかの価値になってるわけ。オッズに合ってんの。こんなことってないから、そういうオッズに合うことをどん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 選んでね、参加するっていうのがプラスなの。時間がどうのこうのって言ってるバカはね、もうね、どっか行っちゃった方がいいんじゃないの。これも楽しみの一つなんだから。じゃあ君はこれに参加しない時間何やってんだっつったら、家で寝てんだろ。家で寝てるか、またオッズの悪いさ、くったらねえことしてんだろ。宣伝じゃないよ。だってむしろ僕たち参加側にとってはさ、参加者が減る方がさ、プラスなわけだから。期待値がどん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 上がるわけだから。ルール的にはかなり、ね、実力者にね、有利なんだよ。なぜなら10人に1人が通過できるの、決勝まで。予選が、まあ、何人来ても10分の1の確率で通過ができちゃうから、今回もね、僕の仲間とかがね、結構参加するからですね、9月10日ですね、参加したい人は絶対来た方がいいよ。100万だぞ、優勝、0円から。賞金総額、いくらだろう、200万ぐらいあるのかな。だから、オッズと期待値とですね、常に考えて生きてくださいって言いたいね。じゃあ、そんなわけでね。じゃあ、生姜焼き定食をね、いただかないとね。ほら。やっぱ、ポーカーも麻雀も人生の縮図だからね、結局のところ。だからやった方がいいと思う。ポーカー特にね、オッズの考え方を自然にね、理解できるから。ポーカー強くなるイコール、オッズの考え方を自然に理解できるようになったってことだから。こうやってね、世の中のためになることをね、発言した後のね、生姜焼き定食はね、格別ですよ。じゃあね、皆さんのね、メインどころのこのね、生姜焼き定食、この生姜焼き。これがね、美味しいんですよ、ほんと。この生姜のね、こうやってに、このね、
みんな邪道だっていうですね、このお肉を、で、ご飯を挟む形でね。いやー、ほんと、格別ですよ。たくさんね、お話しして、一人でパソコンの前で、ウェブカメラに向かってね、食べるご飯は格別だね。